早朝、戦友を保有し万世一系の構想を進める大日本帝国天皇は、明らかに忠誠優部なる南寺優秀に示す。朕ここに米国及び英国に対して戦いをせん。朕が陸海将兵は全力を振るって抗戦に従事し、朕が酌量有志は冷静職務を奉公し、朕が収書は各々その本分を尽くし、億長一心、国家の総力を挙げて聖戦の目的を達成するに遺産なからんことを期せよ。そもそも東亜の安定を確保し、もって世界の平和に寄与するは、危険なる高速を、希少なる高校の昨日たる遠遊にして、朕が献献おかざるところ、しかして列国との交流を厚くし、万法共栄の楽しみを共にするは、これまた帝国が、すでに国交の容疑となすところなり、今や不幸にして米英両国と禁断を開くに至る、誠にやむを得ざる者あり、兄朕が志ならんや。中華民国政府、先に帝国の真意を介せず、乱れにことを構えて東亜の平和を公乱し、ついに帝国をして感化を取るに至らしめ、ここに4年猶予を経たり、幸いに国民政府、更新するあり、帝国はこれと前輪のよしみを結び、相提携せるに至れるも、重慶に残存する政権は、米英の品を頼みて、慶帝なお未だ先に相攻めを改めず、米英両国は残存政権を支援して東亜の波乱を助長し、平和の美名に隠れて、東洋制覇の志望をたくましゅうせんとす。あなたさえ予告をいざない、帝国の周辺において武器を傍聴して我に挑戦し、さらに帝国の平和的通商にあらゆる妨害を与え、ついに経済断交をあえてし、帝国の生存に重大なる脅威を負おう。朕は政府をして事態を平和のうちに回復せしめんとし、隠忍久しきにわたりたるも、彼は業も向上の精神なく、いたずらに自局の解決を宣言せしめて、この間かえってますます経済上軍事上の脅威を増大し、もって我を屈従せしめんとす。格のごとくにして推移戦果、党は安定に関する帝国積年の努力はことごとく水泡に帰し、帝国の存立またまさに期待に信せり、ことすでにここに至る帝国は今や自尊自衛のため決然だって一切の障害を破壊するのほかなきなり、こそ高層の神霊神にあり、神は汝優秀の忠誠優美に信義し、祖宗の偉業を開講し、速やかに家根を繁盛して、党は永遠の平和を確立し、もって帝国の光栄を保全せんことを期す。余命御事、昭和16年12月8日、各国務大臣副所。